中国人留学生と日本人留学生などにひどい乖離がありまして、中国人留学生はですね、日本で学費とかこの稼ぐためにアルバイトしても所得税がかかりません。日本人学生はかかります。そして上限なくかからないのは中国だけなんですけれども、他の国もその上限があって、所得税がかからない国があります。これ、租税条約上なんですけど、これについてやっぱり私、見直すべきだと思いますが、いかがでしょうか。外務省、大鶴大臣官房審議官。お答え申し上げます。日本人の学生が日本国内で得る給与につきましては、ご指摘のとおり、所得税法上、日本において課税対象となります。外国から来日しました学生につきましても、日本で得る給与につきましては、所得税法上、日本において課税対象となりますが、日中租税協定のように、日本が外国との間で締結した租税条約の規定によりまして、中国などいくつかの国から来日した学生については、日本で得る給与が免税となる場合がございます。このような規定は、二国間の人的交流を促進する観点から、交渉の結果導入されたものというふうに承知しておりますが、他方、留学生が受け取る給与につきましては、その居住している国において課税を受けるということが、現下の国際的なスタンダードでございまして、我が国としましては、日中租税協定を含め、先日のような免税を規定しているものにつきましては、租税協定の改正の機会を捉えて適切に見直してまいりたいと考えます。小野田君さん。日本人が中国に留学に行ったら、日本人はバイトできませんから、留学ビザで。相互じゃないんですよ。日本人が中国行っても同じような日本人学生は利益を受けられないけど、あっちからこっちに来たら利益を受けられる。しかも国によって中国は受けられるけど、この国は受けられないとか、ちょっとやっぱりアンバランスが生じているので、世界のスタンダードに合わせていただきたい、日本人学生を大事にしていただきたいと言って終わります。